160ぐらい40回以上優勝している横綱白鵬さんは一目見て分かった。どっちですかというと、この状態が浮き上がっているいわゆる右側が我らが大麻の気配で、こちらいわゆる攻めで、もう今の時間にしてあと1分経ったら勝負がつくであろう、間もなく背骨この人おられますと、下から潜ってる方が僕は大麻の気配かなと思ったんですが、百戦錬磨の横綱はこっちがのみの宿根で、大麻の気配がこうのけぞって間もなく背骨を折れますと、こういうふうに説明してくれました。違う場所で平成の大横綱貴乃花親方にも質問したことがあるんです。そうすると一目見てこっちがのみの宿根で多分大麻の気配でしょう。いわゆる平成令和の大横綱2人が読み解きましたですね。ですからこの相撲館では相撲館流で大麻の気配は右ですよと、なんか印しといてほしいなと思うんですよ。